あ、でもね、実際下手だぜ。まあ実際下手じゃないですか。実際下手じゃないですか。それはね、実際下手なんですよ。ただ、やっぱり実際下手なんで、それはちょっとサード生でもレジェンドいけるんだぞと、そうそういうところを見せるために僕は頑張ってます。うん、あ、やってんすか。やレジェンド。え、レジェンド狙ってるの。1750いかないぐらいですけど。ジェイミー。いやいや、キャミです。あ、そう、キャミか。ジェイミーは無理です。無理だった。キャミはいけるでしょ。てかね、レジェンド別にやってていけるよ。いやー、レジェンドきついっすよ。今2070ぐらい必要ですよ。あ、今はね、はい、あ、でも2070でしょ。2070ぐらいですよ。2200とか2100ちょっと。今の現状アクト4の途中で2070ぐらいですよ。いけるでしょ。やってりゃいけるよ。勝ち方があるじゃん。だってあれですよ、キャミー日本で15本の指に入ってないとレジェンドいけないですから。それキャミーが多いからっていうことを。まあまあまあ、そういうことです。いけるいける。本当大変ですよ。押し引きの感じだけちゃんと覚えれば。だよく言いますよね、レジェンド行くまではキャラ単いらないって。あ、そうそうそう、だと思うんですけど。スト6だけで勝てるっていう、もうよくわかんないですよ。しかもキャミーでしょ、相手を自由に動かせるキャラやから。そんなことないですよ。あんなことないですよ。そんなことないです。本当にちょ、これヤンがね、アメリカね、実は一人いるんですよ。明日のエボ始まるわけです。明後日か。ニカ、ニッカは出ません。あ、違うやんがいる。はい、確か一人いる。はい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 、結構強そうですよ。なんか、薄っ。いや、そんな詳しいわけねえし、逆に。いやいや、一人だけじゃないですけど、要するに向こうの注目プレイヤーで上がるようなヤンが一人。そう、とかアメリカプレイヤー、まあ、ケンがやっぱり多いかな、アメリカンプレイヤー。あとチュンリー、やっぱチュンリー、ケンは多いですよね。ユンが逆にあんまりいないのかな。あ、そうなんや。なんかケンってユンはね、一世っていうね、アメリカの人が、アメリカの人だよね。アメリカにおる、アメリカにおる、そう、人がね。アメリカ好きすぎて日本に帰ってこない人。そうですね。5年帰ってないって聞いたぞ。確かに帰ってこないですね。あいつでも仕事は確かこっちの会社ですよ。日本の会社。そうですね。そうだね。だった。いや、多分サボってるんでしょうね。かもしれない、ね。多分サボってると思います。の異性の会社の人たちに伝えたいですもん。伝えたい。絶対あいつ仕事してないですよ。確かに。時間厳守だって言って、もう6時になったら速攻でゲームピッてつけるような感じだと思います。まあ日本とちょっと働くことに関しての眼鏡が違うじゃないですか。多分お昼休みも3時間取ってるんじゃないですかね。実労働時間4時間ぐらい、多分朝も10時からで、昼休み3時間なんで、で6時終わりなんで、実労働時間は多分5時間ぐらいじゃないですかね。好き放題言い過ぎでしょ。まあ一斉に会う予定なんで、ちょっとそこら辺聞いてみようかなと思いますけど。だからね、伊勢のね、上司の方、同僚の方ね、ぜひ伊勢の部屋にはカメラをね、監視カメラをつけてほしい。でもあいつは多分そういう時にカフェで仕事をしに行くって言って外に出るタイプなんで。なるほどね。家に監視カメラがあるんであれば対策もしっかりしていくと、はい、だから徳田さん、プレイヤーとしては出るの？出れないです。出ちゃダメか、はい、あの立場は。6出たかったんですけど間に合わなかったです。ダメか。今写真いっぱい撮ってこようと思ってるんで。だからまあかなり今回日本のプレイヤーは当然まあ白黒と、富永と池子さんと一斉とラオウさん、ラオウさん、そのあたりになるんですけれども、このね海外勢がねやっぱり結構ね、特にこのアーミル、こう上から2番目、ジャジーのね、優勝者、アーミルと、あとね、ネコミーム、ネコミーム、ネコミーム、ミームっていうね、剣に使えるんですよ、本当に強いですよ。へぇ、いいっすね、なんか強いプレイヤーが海外にいるのいいな。いや、スマックじゃん。そう、スマックは、なぜか出てるっていう。あ、デモムにもいるのか。あ、そっかそっか。ね。もうチリティとかもね、日本人。そう、チリシーも。チリシーか。ヤズワは日本人だから。いいんやけど、もうチリシーとかもね、二人とも強いしね。ジョナス、あ、懐かしいジョナス。だフランスからは。
結局安田の矢場だけ。俺のライバルはチュンリー、白いチュンリー、フランキーとかって書いてある。すげえ、あれフランスの白いチュンリー誰やった。いつもいつもニュートンのやつ。じゃあマルコじゃない、ムンビ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 、あいつね、あいつ今日本おるね。あ、ムンビ日本いんの。今日本な、あ、ムンビ日本いるんだ。日本でしょ。あ、フランキーね。これ誰このユン、ベン2012。おお、こ、子さんプレイヤーね。なるほどね。ダイアンハートとはなんかあれでしょ、懐かしい。ダイアンハートはもう昔はだ、サードが主流だった頃はサード大勢ですからね。ああそうなんや。最新タイトルは必ずやっている。バーダック、フーバーダック。あ、フーバーダックもうサードやってましたね。フーバーダック結構前バーサス来たりやとかで、サードで僕割と新しいプレイヤーの、まあ、古い人も分かんないですけど。あ、フーバーダックね、これね。結構いろんな人出ますね。というわけで徳良さんに代わりですが、僕個人的にはあの強い人リストも作ったんですけど、X の瀬戸文さんっていうプレイヤーを追ってる、X のアカウントがあるんですが、この方が、ブログノートに書いてるサードプレイヤーの、あの強い人みたいなのは読み物としても面白いし、ぜひ追っかける方は見てほしいです。なんか海外いろんな大会あるんですね。海外はね、ジャージーサーキットコンボブレーカー、まあ直近の要はちっちゃいエボというか、うん、アメリカの CEO とかそのコンボブレーカーっていうエボみたいなその複数タイトルの大会、はい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 、そこではサードストライク入ってて、まあ、そこで直近優勝したプレイヤーが2人ぐらいいます、ね、ジャスティンがいたり、個人的には上の方にいる、コンボブレーカー優勝した、バブルスっていう、電人流使いがいるんですけど、上から3つ目かな、そうそうそう、これがね、まんまクリです。あ、あれか、ちょっと前にツイートでタンクトップの黒タンクトップ乗ってた人があまりにもリスペクトしてんなみたいな見た目の、そう、画面端追い込んで歩き昇竜電人とかやってて、はい、おやってんなこいつって、優勝した瞬間に引きカメラ見たらあのガタイのいタンクトップ、はいはい、しかもクニさんよりでかいよ、でかい、でかかったあれはさすがに DNA だなって思って、そう、ちょっとね現地の活躍見てみたいですね。まあぜひ、あーそっか、でもクニさんが行けばなこれあれのタンクトップのね、まんまあの格好してるタンクトップのあ、そうそう、ツーショット見れたのかなそう、クニキ DNA あのちなみに静岡大会でもですね、黒のタンクトップっていうのが3人いて、TM さんと、静岡のトムさんって、うん、あの孫の人とあと国がいて、3人で ね写真撮ったんですよ僕。トムさんが一番でかいな。あ、そう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 、ね、まあ、こんな感じあのタンクトップで、ね、写真撮ったんですけど、僕ね1枚目撮ったら偶然後ろに一番細い人が写ってるこの世で一番細い人がこの3人でいつか毎約束組むそうですよ。細くないのに細く見えるもんな。まあ間違いない。レバガチャで。太ももぐらいあるってやって、トムさんの腕。これはマジでやばかったね。